綾瀬はるかがスパイ容疑で拘束されました。2006年、ニュージーランドで若いアジア人のスパイが空港に来るという情報が寄せられ、厳重な体制が敷かれました。その場に現れたのが綾瀬はるかでした。不審なものを所持していると疑われ、服を脱がされ、全身を検査されました。不審物はカイロであったが、これは何だとの問いに対し、ホット、ホットと返したことで、誤って爆弾と誤解され、結果的には丸1日密室に拘束されました。全くの冤罪であったが、英語が増えて出会ったことも要因となりました。